はい、それでは参りましょう。月刊熱量と文字数、よろしくお願いします。米粒ジャケのサンキュー達夫です。どうも、優しい雨の松崎勝利です。よろしくお願いします。ユースの皆さんに大事なお知らせがあります。多分、はい、長濱宏監督、今日のイベント忘れてます来てないんです ね。何度も連絡してるんですけど、連絡もつかずということで、どこかで事故に遭って亡くなってるかもやめてください。その、まあ、今日はこのお二人でね、はい、お送りする、まあ、あの二次元駆け込み寺ということで、はい、まあ、あの松崎君にはですね、ポッドキャストの方で、はい、あの二次元恋愛駆け込み寺の住職やってもらいまして、はい、まあ、あのついに、まあ、我々にとってのね、永遠に解けなかったハーレムアニメ問題、はい、まあ、ちょっと解決の、まあ、そうですね、道筋つけたかなっていう。私が出家いたしまして、出家いたしました、ね、この髪型で。そうですね、下脱という、はい、あのちなみにですね、はい、あの仏様のおでこからは松崎君みたいな髪の毛生えてるの知ってますか？あ、そうなんです。そうなんです。あれは白毫と言いまして、あ、ピョーンって伸びるの。伸びる、伸びるの。そういうあの裏設定があるから。 あれ髪の毛なの？裏設定、髪の毛みたいな、ほくろ毛ですよ、すごい。はあ、そう、ごめんね、あの今までちょっと仏像の話してた。そうだ、秋葉原で仏像の話してました。浄瑠璃寺についてちょっと語ったら止まらなくなっちゃいまして、なんかそのラノベ設定があるわけ、はい、なんかね、はい、ということで今日はアニメ全般に対する悩み。そうですね、住職、これはどういうことなんでしょうか？あのですね、僕がまあアニメをまあ見たりあのしてる中でですね、あの一個あの自分の中で悩みがあります、うん、それはそのアニメを見る時のスタンスとかいうよりも、僕の中ではあの最近のアニメちょっと時間が深すぎるなと思って、これちょっとみんなどうしてんのかなと思って、ちょっと2時10分とか26時10分からみたいな、あのそれもあの結構あの U 局とか東京 MX とかじゃなくて、結構民放に多くて、あ、 TBS とかとかね、テレ東とかね、だから時間が下がってきちゃって、これみんな見てるのどうしてるんだろうと思って。あの録画じゃないの？いや録画なんですけど、それにしても多すぎないかなと思って、うん、そのダブ録もね間に合わないみたいなのもあるから、ね、っていうのがちょっと悩みでありまして、それちょっと皆さんちょっと悩みに相談乗ってもらいたいなって。あ、お前が乗る相談する方解決する方じゃなくて、逆に皆さんから悩みも私があの解決しますよ。なるほど、なるほど、はい、僕らで解決していこうと、一緒に考えていこう、はい、みんなで一緒に解決していこうと、はい、なるほど、なるほど、っていうのをあの思ったのがきっかけで、今回ちょっと企画を。今の悩みはどう解決すればいいの？例えば潔く諦めるっていうまあそうですね、もうニコ動で配信してないやつはもう見られないという、まあ、まあ録画もまあできますけど、でもやっぱり一番リアルタイムで見たいじゃないですか。そうだね、だから皆さんそのアニメを見る時間をどうやって撮ってるのかっていうのをちょっと聞きたくて。ああ、なるほど。どうしても諦める部分がちょっと出てきてしまったりするので、うん、好きなアニメでも追えないとか、うん、やっぱあると思うんで。達夫さんって全部見てるじゃないですか。見てる、マイクール。でもね、俺すごい我慢してるのがあって、はい、アニメの感想をあんまツイートしないようにしてる。ああ、そうですよね、うん、だけどちょっと純浪漫漏れちゃったね。あの漏れちゃったね。ブルルルルって言っちゃったね。昨日純浪漫漏れてましたし、のんのん日和もちょっと漏れてました。ね、ごめん、もうのんのん日和涙が止まんなくて途中から。よかった。ランドセル似合う。すごい気持ち悪いな。もともとすごい綺麗だったんで。それあのなんか理由あるんですか、そのツイートをしなくなった。なんかね。あのこれツイッター全般なんだけど、はい、ツイートしちゃうと忘れちゃうの。はあ、なるほど、うん、だからなるべくメモしとくとか自分の中で覚えとくとか、うんうんうん、まあ、そういう感じにしといて、まあまあ、どっかで喋る機会あったらそこで喋ろう。なるほど、なるほど。もっとあと単純に面倒くさいっていうのもあります。確かに。であの文脈を読んでない人に絡まれるっていうのもあね、3つとかだとこの真ん中のところだけ切り取るとか ね、 あのそういうこと言いたいんじゃないんだけどなっていう角度からの、うん、はいはい、あれ何なんですかね、誤読する人しかリプライ飛ばしてきません。そうですね、はい、あの何なんだろう、ちゃんと意味が伝わってる人はなぜかこうリプライくれないし、はいはい、
意味が伝わってない人こそリプライしてくるんですよ、ね、ますね、恥を知れって思うなんだあいつらって思うんですけど、ね、皆さんこれでお願いします、すいませんね、ごめんなさいねだあのアニメその見るときってでもお仕事も、いやもう俺録画でいつ見てます、だから帰ってきてすぐだ、俺はもう朝2本夜2本は必ず見る、あ決めてるんですね、決めてる、朝2本夜2本、朝起きて2本ほと夜寝る前に2本、あじゃあその朝っぽくないアニメもたまに朝に見ちゃってる、もちろんでたまにリアルタイムで見ると俺この間、はい、本当に信じられなかったんだけど、はい、ジュンロマ見てる時に母親が前を通ったの、怖っ、もう見られたこれもう実家住まいのねもうやっちゃった系のやつですけどこれどう思ってんのかなと思ってね、まあまあだからちょっと視聴環境はもうちょっと整えないとなと思います、だから高校生とかねどうしてんのかなと思うんで、そうなんですよね、だ僕は大変ですよ本当に、6月までは、まあ、あの8時半から NBA の中継があるんで、ああそうバスケット、もう8時には起きてもう待機ですよね、なんだったらちょっと早く起きてアニメ2本消化して NBA を見るか、NBA を見終わった後アニメ2本見るか、なるほど悩むねじゃあその1日4本っていうのはもう確実、もうだってそれで週5回でも20本でしょ、もう足りないよ、ね、だからまあ週末に見るとか、うん、まあ、あと調子いい時はもうずっと3本4本見るとか、うん、あと5分アニメとかもあるしね、まあ、確かにそうですね、うんうん、5分アニメも今期もありますし、でなぜかあの旦那が何を言ってるのかわからないけど何度も見てたり定休何度も、え今何つったっつって結局定休に30分かかってたりそうですあでも確かにでもあとね一気見した方がいいやつと、はい、リアルタイムで追った方がいいやつあるじゃん、はいはいはい、ありますね、だ俺あの結構ねシャーロットは、うん、あのリアルタイム視聴した方がいいなと思ってんだけど、ちゃんと1話見て1周待って1話で、オリジナルは特に俺だったらどうするかなとかこのあとどうなるのかなって考え1週間寝かして、うんうんうん、もう反数してシナリオ会議でこういうこと話されてんじゃないかな考えて翌週を迎えるとはい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 こうなるよねっていう答え合わせができるじゃないですか、うん、なるほどなるほど、そうきたかみたいな、そういうのはいいけどね、いつ見てる、僕も健康な時にしか見れないんですよどういうこと、なんか心が弱ってる時に見れないんですよアニメ、俺心が弱ってる時こそ霊感見るけどね。そうです。うん、そうです。だからそういうアニメは見れるんですよ。あ、だから重いって重いとかあとクオリティが高すぎるやつね。だから見るときに、よしって気合い入れないと見れない。ああ、なるほど。結構あって。あ、だから心の壁だよ。その AT フィールドを取り払うことだよ。アニメはやっぱ癒すために見た方がいいって、うん、あとながら見をちゃんとした方がいい、ちゃんとながら見した方がいい、そうですね、うん、ちゃんと見るぞと思うとやっぱりその体勢が整わないと、あちょっと今そういう体勢整わないから後に回そうとかになっちゃうんで、アイマスとかやっぱ人動きも見逃す前と思って見るでしょ、見ますとか、まあ、虫とかもそうなんだけど、そうじゃないやつもいっぱいあるわけ、はい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 、だけどその見方の癖がついちゃうとどのアニメもすごい目を皿のようにして見ちゃうから、はいはいはい、アイカツとかそのプリティリズムとかね、そういうのももうあの目を皿のようにして見ちゃうけど、あのちゃんと気を抜いて見た方がいいアニメもいっぱいある、うんうん、だから別にそんな、うん、もう音楽をかけるように見ればいいよ、じゃあ基本もう気を抜きながら、そう、あの何だったら見なくても大丈夫見なくてもあのなあまず、はい、君レベルになれば、はい、もう下脱してるから、はい、あこういう雰囲気ねだけでなんとなくわかるから、わかります音楽と声優さんの演技でなんとなくわかります、はい、そうで、まあ、あの僕もねお笑いずっと見てますから、はいはいはい、あるいは落語ずっと見てますから、あの出てきても30秒でわかります大体、あー確かに、はいはいはい、こんぐらい、あすげえ面白い人たちだぞとか、はいはいはい、あこういうネタなんだぞっていうのわかります、はいはいはい、それと一緒です、なるほど、はい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 、あでメーカーがここでスタジオがここで監督の人ね、はい、あこの声優さん、あこのキャラクターデザイン、はいはいはい、あいいですね音楽いいですねみたいな
なるほど。で、大体その感じの5分、5分見れば大体ね、雰囲気つかめる。なるほど。あとはもうお話、そんなに急展開あんまないんで。なるほど。じゃあ、1話をしっかり全部見ようというよりも、冒頭の5分を、そうそう、それでいいと思うよ。ギュッと凝縮してみて、で、自分に合うかどうかっていうのを。昔ね、はい、ゲーテっていう作家がいたんです。本当に昔ですね。ゲーテという作家はですね、はい、子供の頃お母さんに読み聞かせをしてもらってたんですね。ほう。なんですけど、お母さんはお話のいつも途中までしか読んでくれなかった。ほう。なぜか。ゲーテやと。まあ、ゲーテ名字だからお母さんもゲーテなんです ね、はいはい、ゲーテやと、はい、このあとどうなると思うって言ってゲーテの脳を鍛えたんだと。だから答え合わせしないそのまま。へえ、じゃあ答え言わないんですね。つまり、はい、オープニングだけ見てください。なるほど。アニソンプラスそのスタッフワーク、はい、あーで雰囲気、最後女の子が空に飛ぶやつなのかどうか、みんなの髪の毛の色が違うやつなのかどうか、ファーってやって、そうそう、空にパーンってなって、はい、終わり。な、制作委員会の名前は緩いやつなのかちゃんとしたやつなのか、電通が入ってるのか入ってないのかとか、提供バックのイラストどうなのかとか、そうだからそこだけで想像するだけで全然脳の負担減るから。なるほど。全部の情報を消化しようと思わなくてもいいと思いますよ。全力疾走しなくてももう歩きでいいんだよね。そういうことです。あ、なるほど、ありがとうございます。ちょっと悩みがちょっと解決 した気がします。あれね、とにかくね、あのテレビをつけて、はい、ハードディスクを起動させて、はい、選ぶで、しかもハードディスクパンパンの時なんか遅いんだよ、なんか遅いんだよっていうぐらい遅いから、あのそこでようやくお目当てのアニメを再生するところまでがストレスなの、うんうん、それをどうしようかなと思ってるぐらい、うん、あのちょっと似たような感じの、はい、お願いします、まあ、こちら、誰でも、はいはい、あのこれあの来ていただいている方にちょっとアンケートを取りましたね。してその悩みを読みます、はい、40代男性の方です。40代男性、はい、近頃アニメが多すぎるので見る本数を減らしたいのですが、見始めるとどこで切るのが良いのか分かりません。時間的にかなりの数を減らさないと睡眠がまともに取れないのですが、もしこの後面白くなったら悔しいという思いからなかなか切るのが難しいのが現状です。何かいいアドバイスをお願いしますと。無理して見る必要ないから。そうなんですよ。ただ全部見たいから、うん、別に切りたくもないってことですよね、うんうん、そこは悩みどこですけどね、うん、ただ僕なるべく視聴本数は削っていこうと思ってますよ。その、うんうん、嗅覚を養うためにも。なるほどなるほど。なんて言うんでしょうかね、結局オタクもね、体育会系になるんだよみんなね。これ、まあ、前も喋ったけど、うんうんうん、もう本数見てるやつが偉いみたいな、はいはいはい、暇なやつが偉いみたいな風になってくから、はいはいはい、それは面白くないじゃん、うん、それよりもいや俺別に今期アイマスしか見ませんでいいと思うのね、うんうん、まあ、なんかこう愛の深さだよ。愛の深さ、そう、うん、思いませんか。この方、僕もアイマスやってる頃は本当にアイマスしか見れない時期って本当に僕あって、他のアニメをとりあえず後回しにしてっていうのがあったの で、 でアイマスも再放送があって、でネットの配信があって、でしかもなんかバンダイチャンネルの配信とかもあってみたいなので、うん、1週間に3回見ないといけない時期とかあったんで。そうだよね、はい、3回見なきゃいけないって同じやつ。いやだからね、これは本当にどうしたらいいのか。だからこの後面白くなったら悔しいっていうところがね、わかる。その見るのをやめたのが、だからそこで勝ち負けとかってあまり考えない方がいいんですよね。うん、結局その面白いという評判とやっぱり周りから聞いたりとかして、あのアニメ面白かったよ、あれなんで見るのやめちゃったのみたいな感じで、あそこのなんか優劣をなんか競ってる感じがしちゃうんですよね。そこの別に何だろう、僕は基本的に自分がいいと思ったものをもう誰かと共有したいっていう気持ちから下脱しました。誰かと共有したいってもう思わなくなったっていうか、俺がいいって思えばそれでいいわっていう、うん、なんかみんなと価値観を共有しようとか思わなくなった。だから共感できれば儲けもんぐらいの。そうだね、年取っちゃったのかな。何だろう、あのね、アニメって本来、はい、例えば
あの月曜からね、あの日曜日まで、うん、まあ生きていく上で普通に働いたりとか生活してるプラスアルファのものだと思うのね、その生活を潤してくれると。あ、うん、だからまだ視聴本数少なかった時代というかアニメの本数少なかった時代に、あ、今日じゃあ水曜日だからガンスリンガーガールの日だなとか、ふもふくの日だなみたいな、その曜日を代表する一本っていうのがあったはずなわけ。はい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 。で、あ、今日あのアニメやるなっていう、それで覚えられればそれでよかったの、うん、まあ有名なところで言うと、もう日曜だったらサザエさん、そう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 、ドラえもんは金曜日みたいなね。だからなんていうの、学校に行ったらあの子いるから楽しいかなぐらいな感じと同じ楽しみであればいいのに、それがなんかこう義務化した瞬間つまんなくなっていくっていうか、うん、俺何でも義務になっちゃうとつまんなくなっちゃう性格を自覚してるので、うん、なるべく無理しないようにしてますけどね。そういう生き方はどうでしょうか、うん、ご提案です。40代なんで、もう、はい、40代男性の方、もうすぐ枯れる時期がね徳を積めば大丈夫だと思います。こちらじゃあまだまだいただいておりますの で、いいですよ、住職にお任せします。はい、こちら、37歳男性、はい、こちら、熱持ちネーム、はい、あと、エピーロさんから。エピーロさん、はい、いつもありがとうございます、はい、軽音が好きすぎて一人に決められません。はい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 、どうしたら良いでしょう。わかりますよ、わかりますよ。対外的には麦ちゃんが好きと言っていますが、本当は全員好きです。軽音でございます。軽音も好きすぎて、この T シャツ着てるだけでもう幸せ。今日お昼間ずっとこれで生活してましたけど、ね。軽音。これ三平さんも言うんですけど、うん、誰か決めたいんですよね。このアニメの中で一番好きなのは誰っていうのを、もう、うん、だから俺ごめん、俺まだ迷ってるんだってたまに言われますから。うんうんうん、そうだね。はい、そこは松崎もそうなの？僕軽音は、これ逆に僕軽音って僕一人決めてないんですよ。うん、僕なんだ、僕の見方が。軽音のあのメンバーのマネージャーっていう立ち位置で僕だ。アイマスじゃん、それ。アイマスじゃん。どっちかというと沢ちゃん先生に感情移入して。あ、なるほどなるほどなるほど。だからみんなが愛おしい。だからこの一人一人じゃなくてあの5人で一つっていう、だから一人一人じゃそのバンドを好きっていう気持ちになれば。いや待って、そんなもうちょ、ま、もう決められないっつってんだから決める方法ご提案しようよ。でも決めなくてよくないですか。決めないとダメなんですかね。粘るね。決めた方がいいのかな、こういうのって。いや多分その悩みはこの方はもう散々したと思うんですよ。はい、決めなくていいかもしんないなとか、はいはいはい、でも決めたい俺がいる、これなぜなんだろうっていう。そこでこのお寺に駆け込んできてるわけですから、住職。だからその割り切る勇気みたいな。だから僕僕桜大戦で好きなキャラ4人いるんですよ。はい、カンナとマリアとグリシーヌとロベリアが好きなんですけど、一、はい、人結構好きだな。一人決めらんないんですよ、まあね、僕。だから僕日によって変えてるんです。なるほど。もうそれこそその日の体調によって元気づけられたい時はカンナが一番とか、うん、例えばこっちも明るく体調が良くて誰か女性を引っ張っていきたいなっていう気持ちの時はグリシーヌ。その気持ちになる日が分かんねえ。俺月曜はとか火曜はかと思ったら全然違うじゃん。いやもうその日朝起きての、ね、その日の気分知らねえよ。だから今日は誰々が好きでいいんじゃないかなと。違うんですよ。だから松崎君はニュータイプだから、はい、まあ要はハーレムアニメ OK な人だから。これ散々ここで議論したでしょ、はい、二次元駆け込み寺でもいろいろ分かりました、はい、ハーレムアニメがもう根本的に好きな人と、はい、いやでも誰か選ばないと気持ち悪いっていう人と、うん、で多分、まあ、これは三次元的な恋愛の考え方を持ち込んでるのかもしれないけど、うんうん、誰か一人に絞るってことが誠実だって思ってるってことなんだと思うんです。なるほど。でもこの方は一応対外的には麦ちゃんが好きだと言ってるんですよ。対外的
的にはってことでしょ、対外的にはですよ、対外的には、はいはいはい、だからあとはもう自分との戦いなんだ麦ちゃんを選んだけどとは俺が麦ちゃん選んだらゆいに嫌われるかなとかミオが悲しむんじゃないかとか、うんはい、そういうことですよ。だからこれは俺が甘神で抱えたあの問題を、まあ、全てね、あ他のキャラが映ってこなければいいんだみたいな、うん、だからみんなが見てないところで付き合ってると思えばいいんじゃないですか麦ちゃん。だからゆいちゃんとか全然知らない、そあもうあの禁断の関係ってことです禁断の関係ってことです。なるほど禁断の関係禁断のみんなには内緒の関係なんですよ。ああいいですね。そうなんです。だからここの人たちもこの人が麦ちゃんと付き合ってるってことは誰にも言わないでくださいお願いします。誰にももしかしたらミオに伝わるかもしれないこの中の誰かが口軽くして言っちゃうかもしれない。じゃあ逆に対外的にはみんな好き、みんなが好きだよって言ってて自分の心の中ではいやでも麦ちゃんが一番だよって思ってた方がもしかしたらいいかもしれないですねなんだこの話なんごめんねみんな今日貴重な時間をこんなことにしたはずになってごめんねいやでもなんかこの人言ってることすげえわかるんだよな。なんかやっぱちょっとトラドラの時そういうのなかった？ありました。アーミンなのミノリンなのタイガなの、はい、みたいな、はいはいはい、あれハーレムアニメじゃないけど、はい違いますけどね。僕は最終的には僕はもうミノリン。いや俺だってミノリン。いやいやいやあの俺だってミノリン。ミノリンのそばには誰かいてやらないとダメなんですよ。そうなの。お前よく分かってんじゃねえかよ。そうだ。友情が芽生えましたけどここで。はい。はい、足止め信号来たから。ああ足止め信号来たから。はい、この今スタあの、はい、ここに来てますけども、はいはい、声優さんのことを変にたくさん見てしまっているせいかどうしてもキャラの向こうに声優さんを見てしまう癖が治りません。あるわそれ。あるわ。声優さん自身のキャラの強さに比例してより意識してしまいます。誰とは言いませんが今期で言うとシャーロットのあゆみちゃん誰と言ってるフェアリテイのラミ。あすとみくんこういう綺麗な振りのある笑い好きだよ折り目正しいよね、うん、あの子などが当てはまりますよ。あやっぱ当てはまらないかもこれもちろんですね。この中の人に引っ張られる見方は正しいのでしょうか間違っているのでしょうか。そこも分かんないよね。終わりだよということですね、はいじゃあもう今日せっかくなんで出てもらいましょうか。じゃあ明日も信号来ちゃう。あじゃああの長浜さん分のマイクもらおうかも、ね、せっかくだから、はい、そうですねはい。そうですね、まだね綺麗な字で長文書いてるんですよ足富が。足富記者は字が綺麗。綺麗なんですよ。明日も信号です。はい今日ちょっと出る予定じゃなかったんで。ごめんね、はい、ごめんね。このサンクスみたいな服。いやいやすぐそこにあるよね。じゃないですか。いや本当そうで、今まで一通り今までの悩みに関しては特に何も言うことなかった。大丈夫。いやもう住職が完璧すぎて住職がやっぱね、はい、下脱してるから。そうなんですよ。僕も声優さんはもうがもう好きなんでもうどうしても声優さんがちらつくんですよね。わかる。アニメ見ててもそう声優さん の, そのスフィアのライブ行ってたりとか、はい、もうしてるのでもうねこれに関してはね 7,8 年前に、うん、下脱に失敗したヒガモエルさんっていう、ね、あ仲間がいてもう修行やめちゃいましたけどあの方、はい、今何してるんですかね。あの方は今、まあ、在野でなんか活躍されてるいやなんか動画チャンネル立ち上げるとか動画チャンネル、まあ、よくわかんないですけど、はい、わかんないですけどヒガさんは、はいアニメを見ると、うん、もうスタジオの雰囲気を想像してしまうと。あーなんか言ってたな。えアフレコアフレコのアフレコスタジオがどんな感じになっててこのセリフってあの人とあの人一緒だったのかな抜き取りだったのかなってことを想像して燃えるって言ってました。あ燃えるんですね。だからそれは声優燃えだよねっていう話をして、あはいはいはい、はい、そういう見方になっちゃったみたいな話してました。声優燃えっていうかただの変態そうなんですよねあ僕ちょっ
とわからないのは、うん、僕あまり声優さんを見てないので、うん、逆に声優さんの向こうにキャラクターを見てるんですよ、そのアイマスのライブ見る時も。どういうことでしょうか。その声優さんがキャラクターを表現してくれてるからそのライブは成立するので、だから僕逆に声優さん個人のライブって僕ほとんど行ったことないんですよ。なるほど。あ、そっか。そう、割り切った関係ってことですか。割り切ったそのキャラを演じてくれてるからその声優さんも好き、好きというか、あの本当にアニメ監督とかアニメスタッフさんと同じ感じで尊敬すべき存在っていう。はい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 。だからその声優さん個人をそのアイドル的な見方で見るとかっていうのがないんで。あ、それは俺もそうだわ。散々桜井言ってる。桜井が出てるわみたいな。桜井さんは追いかけますけど、はい、なんかでもそうですね、俺もそんなあんまないかな。僕はその高橋千明さんが好きなんですけど、うんうん、これもう本当たまたまなんですけど、見てるアニメで一番好きになったキャラクターの声をやってたのがたまたま高橋さんだったんですよ、うん、っていうのがあって、あ、僕は多分高橋さんが好きなんだろうなっていう後付けで声優ファンになってる感じなので。俺にとっての堀江さんとかね。ああ、多分そうだと思います、はい、最近その声優さんをもう本当に声優萌えでアイドル、ほぼアイドルとして見てるなっていう人たちのなんか最たるなんかよく言うセリフみたいなのがあって、うん、最近だからその下ネタが多いアニメ多いじゃないですか、うん、すごい、はい、あるある。まあ某アニメ以外にも多いですよ。でまあそのヒロイン役の声優さんとかいるわけですよ、もうね、もう20代前半とか、まあ、下手したら10代の子とかがメインヒロインとかやってるわけですよ、うん、でちょっとそのエッチい単語とか言うわけじゃないですか、うん、そしたら、はいはい、あの声優さんにあんなセリフ言わせてるみたいな書き込みとかあるんですよ。セクハラみたいな、セクハラっぽいとか言うんですけど、うん、でも役者さんだから、そう、役のセリフとして言うのは当然じゃないですか、うん、いただいた台本をね、そう、まっとうに仕事してるのに、うん、セクハラだみたいな、そう、中の人を見てしまう、そうです、中の人にこんなセリフ言わせてるみたいなので盛り上がったりとかするのが、うん、これどうなんだろうなと思って。なるほど。その でも自分もその中の人、声優さんを意識してしまうから、うん、その気持ちも全くわからないというわけではない。ない。いや、どうなんだろうなって考えたりはしますね。自分が嫌になるみたいな。ちょっとね。その見方はやめたい。やっぱやめ、ちょっとやめ、失礼なんじゃないかなって思うんですよね。アニメ作ってる人は。やっぱキャラクターが。僕はやっぱ声優さんはいた子だと思ってるんですよね。うん。おう。だから、現世には存在しないまずキャラクターっていうのがいます。うん、はい。でその人のキャラ、そのキャラを現世で再生できる人か、声優さん、うん、だから声優さんってそのキャラは別っていう考え方ですか、別ですね、基本いた子っていう考え方、あ、うん、だってそうじゃないと、うんうん、その声優さんが別のアニメに別の役で出てる時にもう混乱しちゃうんですよ、その子の、あの、うん、ドロンジョ伸びた問題ですよ、だからあ、まあ、わかる、そうですね、うん、はい、あれこの声なんかどっかで聞いたことあんな、あれでもこれのび太じゃねみたいな女やってるよとか、まあなんかそういう経験を経て、はいはいはい、声優さんとキャラクターは別っていう、 あ、 あくまであの絵に描いてみたらこう、声を入れてみたらこうっていう、ああ、うんうん、声入れてみたっていうことふうに心で何か整理をするっていうことですかね。ああ、じゃあそういう経験積めばそういうのってそれ解消されていくんですかね。いや、どうなんだろう、あのちょっと前ぐらいのアニメからそのいわゆる中の人ネタっていうのが増えてきたんで、はい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 、増えてきたね、どうしても引っ張られちゃうんですよね、うん、まあ、今一度はね、あるからね、もう手探れ部活ものとかが手探れ、ね、まさにそう、うん、そんな感じが、ね、で今最たる須崎西ジアニメーションっていうのが、ね、そうですよ、だってもう名前が一緒なんですよ、まずね、ラジオですからね、須崎西とか手探れとかはちょっとあの個別的に議論した方が良くて一般化はしない方がいいかな、うんうん、まあ確かにそこも含めてしまうと、ただ、ね、このセリフどんな気持ちでこの声優さん読んでんだろうとかはやっぱちょっと考えちゃうよね。ワンクールにものすごいいっぱい出てる人とか、はい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 、この人どれくらい台本読んだのかなとか考えちゃう、ね、でも花澤さんとかですよね、とか、この人はこの作品に対してどう思ってるのかっていうことが気になっちゃうわけ。あー、ちょっとわかるな
なんかつまんないと思ってんのか面白いと思ってんのか、まあ、あるいはそういうことを論じる立場にない仕事だって思ってんのか。わかるな。わかる。いや僕あの初期のアイマスで釘宮さんに対してそういう思いだったんです。これは釘宮さんの中でもう本当にキャリアの中でね、そう飛び抜けてその売れてしまったので、うん、釘宮さんがだから、うん、アイマスの仕事も他の仕事も流れ作業って言ったらおかしいですけど、うん、ただのいっぱいある仕事の中の一つってなってしまってるのかな。気持ちの配分的にどれぐらいあるのかなって。そうなんかちょっと辛い時期があって辛い辛い辛い。ごめんなさいね皆さん、こんな話に付き合わせちゃって本当に。ただすみません、何なんですかこのヨタ話今日。後日もうそれが数年経った後に聞いたら、ね、その釘宮さんの中でそのイオリというキャラクターを本当に大事にしてて、なんならアイマス U の中でもその一番イオリのセリフはもっとこういうんだと思いますっていうのがすごくディレクションがある方だっていうのを聞いて、僕はますます釘宮さんを好きになりましたっていう話です。あ、いい話。だからそうなんだよね。いやキャラクターのことは大切に思っててほしいし、うん、だそのアニメ作品としてどう思ってるのかなっていう、気になっちゃうは気になっちゃうよね。例えばいや、うん、失礼な話よ、仮の話で、はい、例えば、まあ、攻殻機動隊みたいなちょっと難解なやつとか、うん、エヴァンゲリオンとかも一見よく分かんないじゃないですか、はいはいはい、それこれセリフ言ってる人たちどれぐらい理解してるのかなとかね。はあ、うん、そういうのも気になるし、まあ、なんかこうどういう作品に対してどう思ってるのかなっていう、あ気になっちゃう。やっぱそれはどうしたらいいんだろうね。うん、僕はでも僕割と性善説なのかもしれないですね。うん、僕は分かってるはずだと思って僕は見てはいるので、うんうんうん、内容をちゃんと噛み砕いて説明自分の中に落とし込んだ上でやってる、うん、まあそうだよね、そういう仕事だもんね、やってるはずだっていう気持ちの上でやってるので、もっと、うん、それに関しては声優さんをもっと信じてあげた方がいいですし、この何でしたっけ中の人の意識してしまう、うんうん、どうでしょう。どういうこと。兆候ですね。まあ、誰とは言わないですけど、最近はその人に引っ張られるんですよ。ね、誰とは言わないですけど。朝倉桃さんね。なるほどね。でもキャラクターがついてやっぱり引っ張られるというのは仕方ないんだけど。うん、まあなあ。でも俺マスミカナとかそうだな。スミカナさんとか俺大好きだからね。だからでも僕の中では声優さんも三次元の人なので、わかる、俺もそう、俺もそう、だからそこに対する興味っていうのはどっちかというとまだ薄い方なんですよ。俺もそう、うん、だからもっと二次元を好きになればこの見方って多分なくなると思うんですよ。何この結論、もっと二次元を好きになろう。もっとそうだよ、足首二次元だよお前、もっと二次元好きになんなきゃ。もっと三次元を嫌いになればいいんですよ。そうだ、二次元を好きになるか三次元が嫌いになるかどっちかだよね、うん、どっちか。三次元なんかいいことないぜ。そっか、三次元でもっと嫌な思いすればいい。そうだよ、そうそうそう、そういうことだよ。あ、そうか、なるほど、もっとツイッターで叩かれたりすればそう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 俺らみたいに。そういうことよ。僕も最近叩かれ気味なんで大丈夫です。そうなの、そのうち、そのうち行くと思います、そちら側に。あ、なるほど、そっか、逆説なんですね。うん、逆説だから 僕は三次元が嫌でアニメの世界に入ってきたっていう。まあ俺もそうだね、っていう人なので、まあ、こういう考え方になってしまうかもしれない。まあ、だから住職は、まあ、やっぱ人間は劣化コピーだという考え方ですよね、はい、だからもうまさに三次元はクソゲーだという名言がありますから。そうですね、はい、作画崩壊してるのが現実っていうことです、ね。はい、大事なことを忘れてました。そうです。ありがとうございます、はい、よかったよ。まあ、でも声優さん限りなく菩薩に近い生き物だけどね、本当に。そうですね、はいはい、より白ですから、はいはい。こちら40代の方からやりました、はい、いいですか僕。でももうずっといい、これ皆さんどうしてるんですかね。録画したアニメ見終わった後、いい悪い関係なく全て、ディスクに焼かないと気が済みません。そこそれ問題あるわ。時間が足りなくて困ってしまいます。皆さんは録画して見終わったデータどうされていますか。
あとね、まあ、付け加えるなら、はい、どの画質で録画してるか。あのね、あの BD1 枚に収めたいわけ。だからもう、ま、あのね、マックスの画質で録画しちゃうと、もうあのすぐハードディスクいっぱいになっちゃうわけ、うんうんうん、かといって、はいはい、ミニマムな画質だとやっぱちょっと荒いわけ。はい、うん、そうですね。何で録画してます？もうなるべく僕画質落として。荒い感じですね。まあでもそうだよね、荒いやつで録画しといて、うん、面白かったら BD 買えばいいじゃん。そう、うん、そうだよね、うん、それが一番いいんだよ。ただもう好き嫌いに関わらず焼いてしまうと、この方は几帳面な方です ね、 ですね。いや僕も一時期そうだったんですよ。おー、まあ、お前そういうタイプだね。お前そういうタイプだ。あの電気店で50枚入りのアロエとか買って全部やったんですけど、で何年何月から何月の何々ってタイトル入れて俺焼くから全部で、あの売られてるそのブルーレイとかって CM って入ってないですもんね。そう、 CM も込みでアニメっていうとこありますもん、提供とか。まあもちろん CM なしバージョンもいいけどね、けどアリバージョンはその録画した時代を感じるからねっていうのも時代を感じます。はい、ただそのやってて途中で気づいたんですけど、うん、また次のクールもたくさん見るわけじゃないですか。そう、で次のクールもたくさん見るわけじゃないですか。これ見返すのかなって思っちゃった。まあもうそんくらいのレベルになってるよね。じゃあ焼く必要あんのかなって一回思っちゃったら、うん、そっからはもう焼かなくなったんですよ一切、うんうん、もう本当に好きなやつ 1,2 本ぐらいはあの高画質で録画しといて焼くっていうのは続けてはいるんですけど、もう今本当に、うん、本数もたくさんありますし、うん、ハードディスクも圧迫しちゃうんで、うん、見れればいいや。で本当に面白ければ心に残るしと思って。あとで見返したくなるやつもありますけど、うん、まあ残らなければまあ別にあのディスクに焼いたって後から見るわけでもないし、うん、っていうんで割り切れたんですよ。僕ももうあのディスクを買ってないんですよ。あると焼くからもう最初から買わない。ハードディスクも増設しない、うんうん、ここの中で収めるっていう自分の中で決めてます。あ、でももうこう見て消すしかない状況に自分を追い込んでます。あ、僕はまあそうですね、まあなんていうかこう性格だと思うんです、この方の、うん、この方の性格だと思うんですね。でこの問題は別にあのアニメに始まったわけじゃなくて、うん、あのもう本好きがもうすでに、まあ確かに古来からぶつかってる問題なんですよ、うん、本か収納スペースがないとか、はいはい、そういう問題で、はいはい、でそうなるともう市場に出回ってないやつだけ保管しておくっていう考え方になるわけ。うーん、じゃあ例えば、まあ、シュタインズゲートとかね、うん、マドカマギカとかね2011年のヒット作品でも、うん、まああの多分50年後でも何らかの形で必ず見られます。うん、うんうん、なるほど、はい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 。ですけどじゃあ今僕らラブゲッチュー見れますか？見れません見れない見れないです。円盤にもなってませんよ。むしろそういうものこそ保存しておくべきなんですよ、うん、で名作はなるほど、うん、例えば見たいなと思った時はもう買えと、うん、あれはもうレンタルしろと、うんうん、だからもう自分家の、もうディスク入れるもう本棚は、うん、もう あそこのツタヤっていう貸倉庫に預けてあるという考え方ですよね。もう意識改革そこは、うん、よくね笑い話であっても子供が猫飼ってとかってお父さんにせがむんだけど、はい、いやうち猫飼ってるよと、あのうちの猫あそこの家とあそこの家に預けてあるからって言って、全部自分家の猫のように思わせるっていう。なるほど、それと同じことを自分に仕掛けるってことです。あの DVD あそこにあるからという考え方ですよね。なるほどなるほど、はい、でももう勘働くでしょ、この座組でこれだったら絶対もう円盤残るなとか、うん、だから確かにその、うん、数見ていけば自分に合いそうなやつっていうのは分かりますもん ねなぜ人は残したがるかってことなんです。そう考えるとね、うんうんうん、そうなるとねもうあのね晩年皆さん想像してください、うん、本当にもう東京にも住む年金暮らし、うん、地方の、まあのんのん日和みたいなああいう景色の中にできた老人ホーム、うんはいうん、個室です皆さん、はい、いい人生だったな。ちょっと振り返った時に、はい、このアニメもう一回見てみようかなっていうアニメだけを円盤にしとけばいいんです。なるほどね。そういうことなんです。
なるほど。もうだから究極のものを焼くという、そういうことです、うん、この一本っていう、そうそう、もう何回も見るぞというやつをして、うん、あと2回見るっていうやつ、なるほど、はい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 、うん、あと1回じゃいいの別に、あと2回っていうやつだけやっておけばいい。松崎さんそうなるとアイマス絶対入ってます。絶対だよね、アイマスなんかもう絶対もう DVD ボックス、しかも自宅で焼いたやつ、うん、もう全部だよね、再放送焼いたやつ、再放送になっちゃう、ガスが違うからね。それはあの本で言う半違いじゃなくてすり違いだからすり違いを集めてる人と本好きだからまだ。あとでも僕はジュエルペットサンシャインって作品があったんですけど、うん、あれは焼いてすごい得しています。あれ DVD として発売された時には BGM が差し替えになってたので、探検がある曲ばっかり使ってたので、そこは録画したやつを焼いたので得するパターンもたまにある。なるほどね、すごく確かにね、はい、こちら、昼食、はい、いいよ、あまだまだもうたっぷり続けちゃいましょう、はい、あこちらの熱文字ネーム、ジロキチさんから、ジロキチさん、はい、ありがとうございます。こちらまあもういくつもあの質問、はいはい、あ裏にもあった、うん、何でもいいよ、はい、じゃあこれいきますか、アニメが好きだからこそ作品のいいところだけでなくダメな部分にも目がいってしまいます、うん、あの作品のここがダメだという思いをぶつけ、つぶやいたりするとマイナスなことはつぶやくべきではないという批判が出ます、うん、そういうのは不満な感情をどのように発散したらいいでしょうか。おー、まあ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 、ありますけど、誰かに言いたいってことそれ、まあ自分の中で溜め込んでおくには、あだこの気持ちみんなにないっていう、あるある、あります、それにありますよ、うん、だからそれをツイッターっていうとかつぶやくとかネット上に文字として残してしまうとやっぱり剣が立つので、あ、うん、会って話したら結構分かり合えると思うんですよ、うん、そういうのって、うん、いやでもだからその友達がいないんですよ。いやいや、そういうことでしょ、だって本人いるのに今ここに本人いるのに言っちゃうんですよ。分かるから気持ちが、気持ち分かるよ。でもだから、うん、僕みたいに誰かと感想を共有したいって思わなくなるところまで行けばいいんですよ。いやこれね、マニアのもう宿命だと思う、うんうん、例えばどんな狭いジャンルでも、うん、いや例えばマドカマギカ好きとかね、普通の人からしてみたら異常に好きっていう2人がいたとして、うん、マドマギのどこが好きとか話し合ってて共有するけど共感もするけど、うん、突き詰めていけば絶対に衝突するんです、そこは、うんうんうん、いややっぱホムホムだよって思ってる人と、いやさやかでしょって言ってる人で、まあ、突き詰めていくと、あやっぱ見方違うんだなっていう孤独を知るんです。うん、これは皆さん BL で学んでください、ヤオイで学んでください、うん、これどんなにその作品が好きでも、うん、あカップリング違うわとか、あなるほどなるほど、逆カップだわとか、はいはいはい、ありますから、ありますね、必ずありますから、あります。でも結局最初仲いい、この作品いいよねとか言ってても、うん、いざ同時に見たら、うわもうイデオロギー全然違うわなる。そうなるとこんな私のでよかったら読んでくれる人いないかなっていうだけの話で、共有したいとか思わなきゃいいんです。フリーの同人誌いっぱいあるのに僕の好きなカップリングないんですよ。いやえどのカップリングフリーは僕霊凛です。霊凛、霊攻め凛受けです、はいはいはいっていう、もう本当にないんです。考えたこともないです。霊凛ね、いやいやいや、あるでしょあるでしょ。いやあるはあるんですけど、全然あるでしょ。そのねちょっと大会前に会いに行ったりとか、レイちゃんはだってレイちゃんは僕の代わりに泳いでくれませんかって言いに行ってる行間があるから、行間があるから、そうそう考えたらそうなの、絶対そこ仲良くなってるじゃんっていう話でね。ただもうやっぱりもう強い覇者みたいなカップリングがいっぱいあるんですよ、グリーンには。まあまあまあね、マコハルとかね。だからもうその辺が、もうその気持ちはすごい分かります。共感してくれる仲間がいないっていうのは。まずだから、レイリンはレイリンで、例えば、うん、数少ないレイリン好きがいたとして、はい、もう出会えたら、うん、もう共感しまくりじゃない。はいはいはい。ただその先に、どういうレイリンがいいかっていう話になると、いや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 違うと、私はもうちょっとド S な霊が見たいんだっていう人と、うんうん、個性をくすぐるヘタレ攻めな霊がいいっていう人とで、
あ、違うんだっていうね、決別が必ず訪れる必ず訪れるから 100% 進行するとほぼいないっていう、そうそう、自分と向き合う作業だから、カップリングとかヤオイっていうのは、うんうんうん、私はこれが好きなんで、ごめんね BL の話すいませんヤオイの話を、でも結局自分はこれだ、これが好きなんだっていうことだから、うん、まあ、必ず他人との違いをね見つけちゃうはずなの、うん、だからあの所詮人間とは分かり合えないって思っちゃった方がいいかもしれないやっぱ人間は劣化コピーだからね三次元だから三次元だからいや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 、まあ定年ですよ、仏教的に説明住職はやはりその諦めと言いますか、はい、だからまあいや俺はでもいや確かにここもっとこうすればいいのにとか、うん、なんでこうなったんだろうとか、これつまんないなとかっていう、うん、なんすかね、なんかこうまあでも俺言えるものは言ってますけどね、うん、あ、うん、そのもうもうだからそれはちゃんと自分なりのロジックはそなんでそう思ったかっていうのは言えないと、あ、まあ俺別に批判されることは全然構わないんで、うんうん、はい、僕も結構面と合うと結構バンバン言うので、うん、だから本当に友達作りなそれかいやたださ、だからさ、いやこれ俺らも絶対今後抱えるんだけど、うん、これからアニメオタクになる世代とは多分話が合わないんだよ、うん、で俺らも見ちゃってるから結構、うんうん、その反応の仕方も多分違うんだよね、それは俺らも経験してたと思う、偉そうな言い方で言っちゃうと目が超えてしまう、うん、あのパターンじゃんとかっていうのも全部、あ、なるほど、知ってる人と知らない人いるから、いやそうです、長浜さんがエヴァンゲリオン見た時にこれあの特撮だよねって分かる面白さと、うん、それが全然分かんない子たちでエヴァ感違うじゃん、あ、確かにもう僕と長浜さん多分全然違いますよ、市川君知ってる人と知らない人で全然エヴァの感じ違うと思うし、うんうん、そうなるとやっぱりあの同じぐらいアニメを見てて同じぐらいの感想を持った同じぐらいの年齢の友達っていうのはできないよ、うんうん、僕もアイマスのことを喋るのってツイッターでもう本当に抑えて抑えてつぶやいたりとかしてて、なんとなくこの辺話し合うなっていうのを本当に 3,4 年かけて、うん、あのなんとなく合いそうな人を見つけてっていうことをやってきたので、この人は気が合うなっていうね、はい、うん、アイマスも入り口がもういっぱいあっちゃうので、なるほど、いろんな人が入ってくる、なるほど、ね、いやもう即売会行った方が早い、それ、あー、なるほど、確かに本買って、あ、この人の好きだって思った人とか、あとやっぱね、面と向かって話したことの強さってやっぱでかい、うん、でかいですね、この人悪い人がいいとかって結構わかるもん、うん、はい、はい、そうですね、友達問題、友達を作った方がいいっていう、はい、いやまあ難しいと思うけどな、うん、まあネガティブな感想、そうだな、難しいよな、うん、俺結構みんながいいって思ってるやつダメだったって思ってるパターンも割とあるから、あります、うん、でも、あ、もう一つジロキシさんがいますかね、どうぞ、どうぞ、ちょっとあの先ほど話してましたハーレムもののお話です、はい、もう住職お得意の、はいはい、ハーレムものと思いながら見ていると途中で恋愛ものになっていく作品があります一人の人と結ばれるストーリーはそれはそれで面白いのですが、自分が結ばれてほしいキャラのとのストーリーではないそれだったらハーレムものであってくれと思うのですが、恋愛ものの楽しみ方を教えてください。あー、これは住職、すごくある、すごくあります、すごく新さんを舐めてきました私もこれで僕の一番ハーレムアニメの中でも好きなキャラクターがそのメインヒロインじゃなかったりすることが多いので、いやだからで、だからそこはさ、ミスリードがあるわけでしょ、ハーレムものだからと思ってたのに、うん、え、フラグ立つのみたいな、でももう最終的にこのキャラと主人公しか映ってないじゃんぐらいの感じになっていくものがね、結構多いので、うん、そうですね、こういうのってだ、それは本当に松崎住職言うところの、はい、このキャラが本当に幸せなのかどうかっていうことで言うとね、うんうん、ハーレムアニメの体だったのに
選ばれなかったこの子かわいそうってやっぱちょっと思っちゃうってことなんですかね。選ばれ、なんそうなの、不思議だよね、うん、自分はこのキャラクター好きなのに、うん、このキャラクターが結ばれなかったっていうのこととか、うん、え、恋愛ものなんだって思うこととか、うん、うん、確かにその子に、その子と恋愛が成就することもその子が幸せになってほしいっていうのは、いや、そういうこと、究極そこなんだよ、うん、だって普通に考えたら自分が好きな子を取られなかったから安心しなきゃいけないの、普通はそうです、うん、なんでだろうって、あの気持ち、何あの気持ち、住職それは恋じゃなくて愛です。そうか、そうか、俺が大正野球娘見てて思ったあの気持ちは愛だったんだね、うん、恋も愛もあって恋愛ですけどね、すげえ恋愛語ってるさすが住職。あのね、まあハーレムものっていろいろ種類ありますけど、大きく分けて恋愛ゲーム原作のものとラノベ原作ものって僕結構でかく2つに分けてて、うんうんうん、ゲーム原作だと割とメインヒロインって結構決まっちゃってるのがちょっと多いかなってちょっと思う、ね、まあみすずとかね、そのまあ渚とかね、クラナドで、でラノベ原作だと原作が完結しない限りは結構平等にハーレムになってくれるんですよ、うんうん、原作が完結してしまえばそこにストーリーを向かわせないといけないので、うん、結局誰か一人と結ばれるっていう感じになっていくんですけど、だからラノベ原作のまだ完結してないアニメを重点的に見た方がいいだから原作が何かに気をつけろってことなんですね。なるほど、うん、原作実用的、本当実用的、はい、原作が何かに気をつけろ、わかります。恋愛ゲーム、まあ、原作でも、まあ、あれと平等にハーレムしてくれてるのとかありますけど、アシュン記者どうですか。 それこそこの熱文字で過去熱い討論があったオレシュラ問題ってのが、オレシュラ問題ありましたね、はいはい、一回一人に決めたと思ったら、うん、B パートでまたハーレムに戻るっていう、もう衝撃です、衝撃の俺マジで見てない人見た方がいい、いやマジで俺オレシュラは本当最終回だけでも見た方がいいですよあれもうアニメ史に残る最終回ですよ。確かに最終回だけ見てなんとなくそれまでのストーリーなんとなく想像できますからそう見た方がいいと思います。そう、4人いるヒロ、4人いるヒロインのうち1人のことを好きだって言ったところで A パート終わって、あ、この子と結ばれたエンドなんだなと思いきや B パートでまたハーレムに戻るっていうこれすごいことになったんです。感動したもん俺感動したもん。あとだから別で言うと、この番組で全部見てみたけんかな、でつくかわかんないですけど、国さんが、あ、これ斬新だわっておっしゃってたのは、それこそ恋愛ゲーム原作の真っ白色シンフォニーっていう作品は一人に決めたんですよ最終的に、うん、そこが斬新だったなっていう話はした。ちゃんと一人に決めたっていうね。松崎さん真っ白色シンフォニーってことだった。なんか一人に決めちゃうんですよ一人に決めちゃうんですよそうなんですよ。あ、じゃあ、はい、天神はどう評価なさってるんですか、松崎住職は。天神ですか、まあ、ちょっと地雷踏んだかもしれないです下手したら。天神はすごく困りましたそれは何が困ったんですか。感情移入しないといけない人が2人出てきたから。あー、なるほどね。ハーレムになるために2人に感情移入しないといけなくて、進行2人置いたんですよね。いや、男性キャラでね、あれも画期的なシステムでした。天神のチャレンジャースピリッツは僕高く評価したいんですけど、あ、君キスか、それは。そうだよ、あれ君キス、君キスか、立花、天神ははいはいはい、はい、いや、君キスも結構いろんな挑戦してくれたんですよ、はい、いや、そういう意味ではヒーロー2人とかね、はいはいはい、で天神はヒロインとのルートに入ったら多分もうその子だけのシナリオなんですよ、うんうん、他のキャラが出てこない、うん、ね、はいはい、だから、はい、ハーレムアレンビってみんながはべらしてる状態だけども、うんうん、一応目に見えないところではそういう状態なんだが、うんうんうん、この子と一緒に過ごすときは他のキャラが出てこないっていう、うん、まあ、ストーリー展開なんです。なんかまあパラレルワールドみたいな感じですよね、はいはい、うん、あれもいいんですけど、うん、理想ではないっていう感じですかね理想はどうなんですか。理想はみんな、理想はだから本当にみんな同時進行。そうです、同時進行、やっぱインフィニットストラトスってことになるわけですよね。そうですとかトラブルとか、はいですね、
でも限りなくもう9大点には出てるんです僕の中で。9大点、はい、ハーレム9大点、ハーレム大学には合格できる、合格できる、はい、主席ではない、主席ではないけども、一応合格点はいってるぞと、はいはい、まあ甘神原作のゲームがハーレムエンディングみたいなのがないゲームなので、もともとなので、もともと恋愛ものだと思って、なるほど、見てたら逆にああちょっとハーレム要素もあってちょっと良かったなっていう。あ、そうか、あれはだからハーレムものではないないことなんですね、っていう、はい、一人一つの恋愛ものという感じですね、はい、なんで、僕は ね、なんか最後の制作委員会の右下にでも、松崎マークを入れてほしいんです。は？栄林みたいに、そう、安心して見れるみたいな。松崎ハンコが押してあれば、ああ大丈夫これハーレム。押してなかったらあれ恋愛みたいな。松崎公認。そう、松崎公認が欲しい。あ、ハーレムものに関しては。だからまあ全部見なくても、はい、マイクール松崎公認アニメ教えてもらってもいいですよ。ああ、はいはいはい、はい、熱量と文字数的にはやっぱ松崎マークをそこに入れたいんで。なるほどなるほど、モンドセレクションみたいな感じ松崎セレクションみたいな。わかりました。ちょっと マイクール松、うん、丸松アニメを面白いとかつまんないとかじゃなくて、はい、ハーレムかどうかだけで反抗してください、はい、ああじゃあだつまんないハーレムものでも松マークは入りますから、はい、そうですね、はいはい、あとカーズマークも入れますか。カーズマークまあほぼ一緒なんでいいです。ほぼ一緒。カーズマークはちょっと R18 になっちゃうんで。ああなるほど、はいはい、ATX はもうカーズマークでいいです。そうですね、はい、なるほど。ハイスクールDDの ATX 版とかはカーズマークですね。わかりました。じゃあ僕ちょっと質問いいですか。あ、はい、悩みなんですけど、はい、キャラクターの名前が覚えられないのどうしたらいいですか。ああもう、ああれどうしてる。僕入ってくるまで見続ける。僕結果入ってこないです。だから結果入ってこないよね。友達と話すとき、もうさっきの話に繋がっちゃうんですけど、うんうん、友達と話すときは完全に中の人の名前で喋って、ああなるほどなるほど、豊崎さんのやってる、あの豊崎さんのキャラクターいるじゃん。でもそうなるよね、結果的にそうなっちゃうんだよね。これ僕本当実写ドラマの話とかするときもそうなっちゃうんですよ。キャラクター本当に役目を覚えなくて、ドラマでほら小田裕二のほらって言っちゃうんですよ。はい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 、どうしても。でも僕でも IS も最初ヒロインみんな国名で呼んでましたからね。あ、ドイツってましたね。ドイツとかフランスとかイギリスとかって言ってましたよ。で、これ言うともうざっくりしすぎかもしれないですけど、本当に好きなら覚えます。あ、確かに。そうなんだよ。そうなんだよ。そうね。そうなんだよ。わかる、うん。本当にそのキャラのこと好きだったら、だって宇佐美天帝ってもう一発で覚える。一発で。そうですね。秋彦冬彦言うけども一発で覚える。で、本当に好きなキャラが出てるアニメの、うん、そこそこ好きなキャラ、うんうん、どうしたらいいのっていう話なの。はぁなるほど。僕アイマス、さんになっちゃうかな。アイマス、僕の、一番わかりやすいの、アイマスで、アイマスのキャラクターってもう今シンデレラガールともミリオンライブも含めるともういっぱいいるんです。もう200人以上いるんです。で僕自分のネタ帳ってあるんですけど、うん、ネタ帳に僕、うん、全員のアイドルの名前書いてるんです。本当そう、見せてもらったことあるんですけど。それもう勉強じゃんそれ。いやじゃあストイック勉強というか厳密に言うとバストサイズ順に書いてるんです。そうなんです。だからあのキャラ何が厳密だよ。何が厳密なんだよ。あのキャラの3サイズ何だったかなと思ったらいつでも見返せるように。そう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 、もうそれその何3サイズはどういう時必要なの。聞かれた時。あれ誰と誰のサイズ一緒だったっけっていうとかたまにあるんで。そう、意外とあこっちの方がスタイルいいんだよとか意外と意外とね、はい、意外とスタイルいいの誰。意外とシンデレラで言うと一番バストサイズ大きいイメージないかもしれないですけど、やっぱりキラリとカナコってやっぱり
いいんですよ、バストサイズ。ただそれ以外のところに目がいってるからそこに目がいかないだけで、実はスタイルいいのはそこなんですよ。あの、うん、松崎さんの中でスタイルいいイコールバストサイズが大きいってことなんですか？あ、だけでいいです即答、はい、あ、それならじゃ あ, あの大沼くるみちゃんはどうなんですか？ああのあのキャラクターの中で唯一バストサイズが何でしたっけ、あと、いっぱいとか大きいって大きい、あ、じゃあどうしよう、数字書いては出てないキャラクターです。数字は書いてない、あれ、もうその辺は、まあ、あのその辺は、まあ、あの欄外に書いてる、だからレベル99だわ、すげえわ。あのアイマスのその、まあ、俗に言うあの青のキャラクターっていうのがいるんですけど、あと、うん、もともとのナムコのメンバーでと千早、ミリオンライブだとしずか、シンデレラだと、リンはあの総じてあの胸が小さいっていう俗説みたいなのがあるんですけど、はい、リンってそうでもないんです。そうでもない。そこそこあるんだよ、80はいってるんだよっていうところも僕はあのちゃんといつでも言えるように細いし、ね、細いからね、全体的にそうスレンダーな体型な、身長も165あるんで、うん、お前もよく知ってるね、うん、ついてきちゃって僕身長フェチなんで、うん、アイマスはそうなんですよ、あのランコが意外と背低いっていうのを見て燃えたんで、そうそうそう、そうなんですよ、そういう風にあのまあそのさっきの名前の話に戻りますけど、うん、そうなるとあの自分の好きなキャラクターまあ事件の時もあれですけど、まあ、書いて覚えるっていうか書いてったら意外と覚えるんですよ。ツイッターじゃダメなんですよね。ツイッターじゃダメです。書いて覚える。そう、あとでも IS とか、あと国井さんがよくおっしゃられてるプリンセスラバーもそうですけど、言いたくなる名前だとやっぱ覚えちゃう。シャルロット・ヘーゼル・リンク、シャルロット・ヘーゼル・リンク、シャルル・ドゥノー、ラウラ・ボーデ・ビッヒー、ラウラ・ボーデ・そう、あのなんか突っかかっちゃうんですよね、やっぱ言いたくなる名前だとどうしても、脳に残らない名前というかね、シノノの放棄ですよ。シノノの放棄 ね。日本人の聞いたことない名字。将棋だと思うね。そうだ、それは覚えるでしょう。そうだね。言いたくなる。だから好きだったらそこに対する探求心からなんかそういうあのなんかメモに取るとかも出てきて、そうすると自然に覚えると思います。自然じゃねえよ、だから。自然だ。バスト順でしかも。僕のところは自然だったんですよ。まあ、というわけでまだまだねお悩みいただいてますんで、別の機会に収録できればなと思います、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。